皆さんこんにちは、藤田和弘です。そう、漫画好きのための漫画専門番組漫道小林、今回は総合帝国すべし完結記念スペシャルということで、藤田和弘先生とともに5年間にわたる連載を振り返ります。先生、今回出演していただいていかがでしたか？もう誰にも聞いてもらえない裏話とか聞いてもらって嬉しかったですよ。いろいろないいことおっしゃってくれてね感謝です。いやいや、感謝するのはこちらです。本当にあの想定の収録時間の倍ほど行きましたけどそれで感謝してます。はい、はい、坂東小林、お見逃しなく。お疲れ様でした。お疲れ様でした。藤田和弘先生、はい、2度目のご登場。2度目のご登場でね、いかがでした？いや、本当にあの頃何も変わらない。そうですね、はい、今回総合帝壊すべし完結ということで、はい、絞って やったんですけど、うん、それでも危なかったですね。前後編分けて考えた方が良かったかもしれないですね、もしかしたら。そうですね、うん、突入前突入後ぐらい、突入後が長いか。そうですね、うん、突入前で、あ、そうですね、一旦破壊者たち一旦撤退前と撤退後ぐらいで良かったかもしれないですね。すごいボリュームでしたね、うん、いや、なんとか無事、はい、壊せて良かったですね、はい。あと小林さんのインスタ話どうですか最近は？まあ相変わらず全然やる気はないですけど、あれ結構今回の漫道大賞も役だったんで。あ、そうなんですか。いろいろあそこから僕も情報を。あ、分かりました、はい、引き続き、まあ、適当にやっておきます。よろしくお願いします、はい。